今日埼玉のですね、朝霞市のお祭りでね、彩花祭っていうのが、昨日からあんのかな、金曜日から、金土日であって、で、4年ぶり、3年間ほど、花火がやってなくて、4年ぶりの花火大会が今日ある、クラウドファンディングまでやってたんですよね。9000発を1万発にするクラウドファンディングっていうのをやってて、まあ、達成しなかったんですけどね、半分もいかなかったのかな。それでもまあ今日は、ね、4年ぶりの花火大会僕は楽しみにしてて、まあ、うちの妻とワンコと一緒に、だからいつもっていうか前はね、パン屋さんのところで見れるとこが設置してたんで、そっちまで行くと音がでかいからワンコがびっくりするかなと思ったんで、まあ、河原のあたりまで落ちていってみようかなと思って、黒目川の河原の方まで落ちていったんですよ。まあまあ、同じように黒目川のあたりで見ようとしてる人たちが、結構いて、で家を開けて出ようとした時にバン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 音が鳴ってたんで、始まってるなと思ったんですよね。で急いで行かなきゃと思って黒目川のあたりに着いたんですよ。人は数人いて見てるんですが、見えないなとかやってるんですよ。僕らも見えなかったんで、じゃあもう少し下って見える位置まで行こうかなって歩いてたら、誰か見物人の人の一人が、もう今日中止らしいっすよみたいなこと言ってたんですよ。で、今この音は何なんだって言ったら、それが戸田市でもやってるんで、そっちの花火の音が聞こえてるんじゃないですかって、すげえ紛らわしいんですよ、音が。まあ、花火大会が今日多かったみたいなんで、紛らわしいなと思いながら、本当に中止なんかななんていうアナウンスも特にないので、もうかなりゾロゾロ来てたんですよ。で、まあ、中止だと思って引き上げたんです、結局。まあ、もう帰ろうと思って。でも、それでも結構ね、ゾロゾロね、わかんないで見に来てるんですよ。彩花祭のホームページに見ようかなと思ったんですけど、特に繋がんないです。やっぱりみんな混乱してるようで。で家帰って、見てるんですけど、やっぱり繋がんなくて、あと特にね、ホームページにも書いてなかったんですよね。せっかく一応繋がった時に見たら、ツイッターでですよ。しかも、その本ちゃんの運営ツイッターじゃなくて、いろんな人たちから今日どうも中止らしいよとか、強風で中止じゃないっぽいんですよね。運営のなんと不具合でみたいな名前になってて、板橋の花火大会はなんかぼやが出たみたいなところがあって、まあそういうのもあって強風にでやるのは結構危険だって判断だとは思うんですが、ただそれだったら10円でもいいんですよ。もともと歌ってあったんですよね。もし土曜日がダメな場合日曜日にします、10円しますっても書いてあったんだけど、それも無視して一気に中止なんですよ。なんか全然釈然としないんですよね。まあ僕たちは地元民なのでね、そんなに移動はないんですが、まあ、彩花祭は大きい祭りで、しかも花火大会も結構でかいので、それ目当てに、いろんなところから来てたっぽいんですよね。確かに、その、浅草の駅の周辺とかって、すごい確かに混むんですよ。彩花祭の時、まあ、行かないですけどね、なので。でも、ツイッターを見ると、すごい状況になってて、電車も遅れてるぐらい、かなり混み合ってたっぽいんですけど、なぜか中止なんですよ。順延もなく、延期もなく、中止。釈然としないのは、なんでもっと早く言わないのと。あと、ちゃんと公式でなんで発表しないのと。だってそこら辺に歩いてる人から、中止らしいですよって聞いてるんですよ。で、ツイッター見ても、まあツイッターと X か、X 見ても、だいたいそんな感じですよね。でも運営のずさんさっていうんですかね。責任者出てこい状態になってて。大炎上してるんですよ、花火大会だけにね。花火大会は中止になったけど、ネット上は炎上しちゃってるんですよ。なんか釈然としないんですね。朝霞市、これですね、お知らせ8月5日に予定していた第40回朝霞市民彩花祭の打ち上げ花火は、花火運営の不具合により中止となりました。また、8月6日への順延も行われます。大変申し訳ありません。それだけですよ。しかもこれのツイッター朝霞社が上がってるの58分前なんですよ。もう10時過ぎてるんですよね。だから9時ぐらいに上がってるってことですよ。どういうことと。その中止の理由ね、順延じゃなく中止の理由、花火運営の不具合っていうのが一体何なのか、そこもはっきりさせてほしいなと。いろいろ突っ込みどころがあるなっていう感じなんですよね。なんか釈然としないですね。楽しみにしただけに。